Hey everybody, and welcome back to another episode of Persona 5 Scramble, and we're getting ready to leave Okinawa. I did do some questing off-screen and cleared off a bunch of the requests, but there's one more that needs to be ticked off before we start. Let's get that. そうだ。そういえば、行こう。しばしの別れだ。仕事の時間。I don't need to do that right now. I'll keep doing the requests off screen. 探してきたぞ。これをやるのか ?OK。頑張ろうな。今はこれを受けてる。やったな。内容を確認するのか。ミッションコンプリートだ。今はこれを受けてる。やったな。Points to spend. I want. Unlocking the skill might not be a terrible idea, but there's also a bunch of stuff that probably should unlock. Okay, so let's move to the next city. Well, gotta clear out the shop. Mensore, time sale 中だぞ。買え買え。これで役に立ててく。何個欲しい？これでご利用サンクス。これでいい？ご利用サンクス。So I have to do it now. Makes sense. Alright, let's go into the jail. Maybe this episode's gonna run a little bit longer, but I think that's fine. これを受けてるぞ。ジェイルにはパレスとは違う趣がある。いつか腰を据えて描きたい。隙ありだ。やってしまえ。よっ。
this area very annoying to deal with. それじゃ行きましょうか。空気だ。うん、最高だ。共に行こう。これでどうだ。Let me get a free chest. 終わったのか。あっけないな。この調子で進むぞ。なんかある。調べよう。そこそこの収穫かしら。Yes, Madara. All right, let's get out. That was a really quickly done quest. I don't know why I didn't bother just. But it's done. And I get a nice little statue for the RV. I just realized I forgot to turn these off.探してきた。今はこれを受けて。よし。あ、それ。興味深い。ミッションコンプリートだ。I'd have to reload it to get them to show up in RV. Let's see. All right, we'll do that. じゃ、行こうぜ。お疲れ様です。今帰りのフェリーに乗ったところです。すぐ県外になりそうなんで手短に話します。ご苦労。話は県警から聞いた。死体が出たそうだな。研究所の方はどうだった？改心対象者と思われる人物のリストを手に入れました。改心対象者だと？はい。文書改ざんを告白した吉川次官と札幌中央市議会議員の名前が載っていました。彼らを改心したのはマディスということか。おそらくマディスが改心を使って何かをしているのは間違いありません。リストに載っている人物とマディスの関係を洗えば謎が解けるかと。すぐに資料を共有します。俺も府警に戻って調べるつもりです。よくやった長谷川。これで事件解決に一歩近づく。ありがとうございます。この件やはり怪盗団は無関係でした。あいつらのおかげで真犯人を挙げられるかもしれません。嬉しそうだな。え、そんなことは。まあいい。ここから先事態が一気に動く可能性がある。用心を怠るな。誰が敵か分からんぞ。分かっています。ではまた報告します。善吉、調査進んでるのかな。何か分かったら連絡するって言ってたけど、待ってるだけって歯がゆいね。ああ、今は善吉を信じるしかない。あいつにしかできない仕事だからな。なんだかんだでおっさんに結構頼っちまってんな。事件の解決を願うのは俺たちも同じ。協力はしたいところだ。そうね。私たちは私たちでジェイル探しを続けましょう。もうすぐ福岡市街に入るわ。ソフィア、何か感じる？感じない。沖縄みたいに変な感じもしない。福岡にもジェイルはなしか。
博多周辺は人口も多い。これまでの傾向から可能性は高そうだったが、全部の都市は回れないし、これ運ゲーだな。でもないに越したことはないよ。そうね、福岡にはないって分かっただけでも収穫。あいたたたた。どうした誠？ちょっと腰が。さすがに長時間の運転が応えてきたみたい。やばい、緊急事態だ。可及的速やかに休憩タイムするべし。大丈夫まこちゃん、ごめんね、ずっと一人で。あ、できるだけ急いで九州を回りたかったんだけど。もう切り上げてゆっくりしよ、いろいろ疲れが溜まってるし。じゃあ今日はきちんとした宿に泊まりましょう。体を休ませなきゃ。そうだな、無理は禁物だ。今日は福岡で一泊としよう。ありがとう。じゃあ高速降りるわね。やってきたとよ福岡。ちかっぱ。何語だよ、適当方言使ってんじゃねえ。ここが福岡の玄関口、博多駅か。へえ、福岡なのに博多駅なんだな。つか福岡駅ってどこよ。福岡県に福岡駅はない。福岡駅があるのは富山県だ。嘘、富山県？じゃあもしかして富山駅は博多県にあったりして。まあ細かいことはいいんじゃないかな。この辺りが福岡市の中心地ってことで。そうだね、早く宿を決めましょう。まこちゃんを休ませなきゃ。ごめんね、気を使わせて。んじゃがっつりうまいもん食って誠に栄養つけてもらおうぜ。というわけだ。ソフィア、もろもろ頼む。もろもろ OK だ。もう宿は確保済み、店も任せろ。仕事早いな。さ、乳白色のスープに目の覚めるようなネギの青、そこに紅生姜の赤を添えれば、この三位一体がもたらす色彩の妙。どんの食べないと冷めるよ。しかし屋台ってのは風情があるな。それにここなら我が輩も肩身が狭くないな。あ、我が輩にもちょっと分けてくれ。ふうふうしてくれ。我が家ちょっと猫舌なんだ。まあ猫だしな、としか言えねえ。てか誠疲れてるでしょ、私のチャーシュー分けてあげる。私のも持ってけ。ありがとう、なんだか気を使ってもらっちゃって。まこちゃん腰の具合どう？ホテルでゆっくりお風呂に入れたし、ずいぶん良くなったわ。けど明日は運転するのは難しいかも。じゃあ明日は休みだな。福岡にもう一泊っておっさんに言っとくか。じゃあ明日は誠のために良さげなマッサージのお店探そう。任せろ、最高の店を選んでおく。でもやっぱ運転手一人じゃきついよな。俺らも早く免許取ろうぜ。春はすでに持っていると言っていたな。うん、一応ね、ほとんどペーパードライバーなんだけど。でも万が一まこちゃんに何かあったら運転する覚悟はできてるから。いやそれは。まこと急に顔色が悪くなったぞ、どうしな。
なんでもないの。つかやべ、伸びる前に食わねえと。食った。もう思い残すことねえわ。さすがにあれ以上は無理か。汁気がなくなってしまったからな。3人とも替え玉7つとかありえん。わんこそばじゃないんだぞ。兄ちゃんたち、いい食いっぷりだね。5玉以上食べた人には記念品の丼を進呈だよ。おお、ありがとな、おっちゃん。ほう、これはいいものだ。車に飾っておくとしよう。前吉から電話だ。お前ら今どこだ。そうか、旅は順調そうだな。ようやく突き止めたぞ。その連絡だ。詳しい内容は会ってから話す。その方がいろいろと都合がいい。悪いが、急いで京都まで来てくれるか。新島が体調不良？なるべく急いで来てほしいとこだが。新幹線？いや、奥村に頼めないのか。免許はあるんだよな。福岡から京都までは山陽道一本だ。なんとかたどり着けるだろう。すまんが、あまり時間がなくてな。よろしく頼む。突き止めたって黒幕は？とにかく待ってましたって感じだぜ。明日の朝ここを出ましょう。疲れたなんて言ってられないわ。そうだな。だが無理はするな、マコト。おい、こっから京都までどんくらいだ。高速道路で約8時間だ。じゃ着くのは夕方か。トイレよし、シートよし、おやつよし。まこちゃん、体調はどう？本調子とは言えないわね。そっか。じゃあ私が運転します。え？ねえ、ハル、本当に大丈夫？マコトの顔色がまた急変化。あんま緊張すんなよ。ゆっくり行きゃ大丈夫だって。ハル？泣かせて。ちゃんとギリギリを攻めていくから。なんだ？なんか様子違くないか。あのね、みんなに言ってなかったんだけど、ハルはハンドルを握ると。行きます、あの風の向こう側に。まだ来てねえか。さすがに早すぎたな。まあ、いい、奴の捜査を進め。なんだ。お前ら早かったな。死ぬかと思った。てか、むしろ死んだ。魂はみ出た。吐きそう。ハルには悪いが、これっきりにしてくれ。命がいくつあっても足りん。猫がな、気絶してる。起きろ。
おい奥村、何があったんだ。普通に運転してきただけかな。はあ、やっと落ち着いてきた。なかなか個性的な運転だったぜ、ハル。ありがとう、モナちゃん。いや、褒めてないぞ。まあ、無事にたどり着けて何よりだ。それより、ここは一体何なんだ。警察の施設ではなさそうだが。万が一に備えた、俺だけの秘密の隠れ家ってとこだ。元は知り合いがやってたバーでな。今は俺が個人的に調べ物するときなんかに使わせてもらってる。全吉のアジトってことだな。セーフルーム、いやセーフハウスだな。これは2年前の新聞記事。余計なものは見なくていい。さっさと話を始めるぞ。で、何が分かったんだ全吉。まあ順を追って説明する。沖縄で見つけた改心者リストを徹底的に調べてみた。リストに載っている連中が改心されることで利益を得るやつ、そいつが黒幕だろうからな。それで浮かび上がったのがこいつだ。なんかいかにもって感じのやつだな。まさかここでやつとはな。いや、なんでもいい。大和田純、69歳、現在10期目の衆議院議員だ。与党の要職を歴任し、内閣官房長官まで務めた超大物。去年の選挙じゃ指導正義の後ろ盾にもなっていたらしい。指導だと？まさかここでその名を聞くことになるとはな。知り合いか？お前をひでえ目に合わせた張本人だしな。思い出したくねえのもわかるわ。うん、そうなのか。お前らとは浅からぬ因縁があるよな。だが今はそれが本筋じゃない。改心リストに載っていた連中はその多くが大和田に敵対する議員だった。大和田が限りなく黒なのは間違いない。だがさすがに改心の実行者とは考えにくい。敵対する人物と友達にはならんだろうしな。で、奴の周辺に探りを入れたところ、頻繁に接触している起業家を見つけた。察しがいいな。そう、マディスの近衛明だ。マディスの社長、前に仙台で講演を聞いた人だよね。そしてあの沖縄の所長と近衛が頻繁に連絡を取り合っていたことが通信履歴で分かっている。これで繋がったわね。ああ、大和田が邪魔な人間の改心を依頼、近衛がそれを実行。で、その方法を提供したのが沖縄の所長。そんなところだろ。待て、この絵が改心を実行してるってことは、あいつジュエルのキングなのか。でもマディスの社長でしょ。社長なら誰かに命令してそうだけど。いや、それがそうでもねえ。知っての通り、改心させるには絵まで友達になる必要がある。大和田に敵対する連中も大物ばかりだ。この絵でなきゃ近づけなかっただろう。それに社長だからこそ他のやつにキングの座は譲らないだろうな。万が一にも自分が改心されるようなリスクは避けるはずだ。それにもう一つ、リストの人間が改心されたと思われる場所は全て大阪だった。え、大阪？なんで大阪？リストに乗って欲しくなったやつは全員大阪に行ってたんだよ。そして
大阪にはマディスの本社がある。大阪にジェイルがあって、この絵がそのキングである可能性は高い。実際のところはソフィアに感知してもらうしかねえが。ジェイルならあったぞ。はあ？確かに途中で道を間違えて大阪を通ったけど。いや、だったらそん時言えよ。言ったがみんな忙しそうで聞いてなかった。ハルが運転してた時だから。あのアビ教官に紛れたか。ん？いや、まあそれなら話が早い。大阪にはジェイルがあることが確定した。あとはこの絵がそこのキングかどうかだ。そこまで分かったんならもう逮捕しちまえばいいじゃねえか。ああ、問題はここからでな。リストで分かったのはつながりと動機だ。改心を実行してたって証拠じゃない。これだけじゃ逮捕に持っていけない。できて任意捜査までだ。だが任意捜査には強制力がない。途中で相手に逃げられる。そしてもう一つ、改心者リストの中に警察の上層部の人間の名が複数あった。警察にも改心された人が？この分じゃリスト以外にも改心されたやつがいるだろうな。だからここに私たちを呼んだのね。敵がどこにいるかわからないから。やれても任意捜査まで。それすら上層部が改心済みじゃ通るかどうか。むしろ情報を流されて先手を打たれる可能性だってある。つまり警察は当てにできないか。へっ、そんなのいつものことじゃねえか。お前ら、俺も一応警察だぞ。とにかく真っ当な捜査じゃどうにもならねえってのは確かだ。しかしだ、お前らなら取れるだろ。真っ当じゃない手段が。ああ、予想通りこの絵がジェイルのキングなら改心させて自白に追い込める。そうか、これまでこの絵にジェイルがあるなんて思わなかったしな。でもジェイルに入るにはキーワードがわからないと。まさしくそれが急いで京都まで来てもらった理由だ。実は今日マディスの本社でこの絵と会う手はずになっている。え、どうやったの？警察が被害の確認をしたいってことでアポを取り付けたんだ。お宅のエマをハッキングするという匿名予告があった。大丈夫ですかってな。お、私の出番か。いや、本当にやる必要はねえ。この絵に合う理由になりゃ何でもいいんだ。で、いつでもご相談ください。エマで友達になりましょうと持ちかける。奴にとっても公安を手駒にできるメリットがある。食いつく可能性は高い。そこでキーワードが聞ければ次はお前らの出番だ。これを伝えてから出発したかったんでな。急かして悪かった。本社ってことは大阪に行くんだろ。だったら俺らも一緒に行くぜ。そうだな。キーワードが分かり次第ジェイルに入った方が隙がない。いや、聞き出せるかどうかは賭けになる。無駄足になる可能性も高い。それに新島は本調子じゃないんだろう。お前らもまだ顔色悪いしな。ええ、まあ。もしお前らがやられたら、それこそ俺には打つ手がなくなる。お前らには万全の状態でいてもらわなきゃな。分かった。じゃあ我が輩たちは前吉の連絡を待てばいいんだな。なんだよ、また待ちかよ。お、そんなこと言っていいのか。せっかくいいものを用意してやったのに。いいもの？おっさんの言ってた旅館ってここだよな。マジ？ここ泊まっていいの？ここ
高級そう。京都でも指折りの温泉旅館だな。一泊一人4万円だそうだ。4万円長旅のねぎらいだと言っていたが、さすがにこれは。捜査費用から出すって言ってたけど本当に？なんかジェイルより緊張すんだけど。こりゃ全吉に感謝だな。よし、お前らとにかく突っ込むぜ。うわ部屋も超綺麗じゃん。やべえ、逆に落ち着かねえ。食べ物以外でも泣くんだな、お稲荷。ここならまこちゃんもゆっくりできるね。そうね、温泉もいろいろ効能があるみたいだし。早速突撃！温泉温泉！今度こそ私も入りたい。なあ、沖縄の時みたいに水中を案内してくれ。なぜだ？問題あるのか？いろいろ危険。行くなら私が連れてってやる。でも温泉にスマホを持って入っていいの？受付の注意書きにあったな。携帯の持ち込みは遠慮願うと。なんてこった。仕方ないな、今回はおとなしく留守番してる。後で部屋のお風呂に入れてあげるね、ソフィア。やった、ありがとう。ハル、猫がなは一緒に行ったらどうだ？ここはペット用のシャワーがあるらしい。ペット扱いすんな。まあ行くけどな。温泉でゆっくりしたら美味しいご飯が待ってるね。ネットで見る限り夕食はカニ、しゃぶしゃぶ、京野菜、そしておじやと豪華すぎる。涙の次はよだれか、お稲荷。Go ahead and save our progress there. And that's where I'm going to cut this episode off. So I assume that the exposition is going to continue for a little while longer. So until next time, I'll catch you in the next episode. Until then.